ドキドキする。来い来い、やった。嘘、五行、え、上がり、嘘、初めて五行できた、嘘、あー、やった、五行だ、嬉しい。ちょっと写真撮っとこう。あ、間違えた。今回の遊び大全51ということで、今日遊ぶのはこちらのゲームになってます。一台で遊ぶ、一人でプレイ。今日するのが花札です。花札、花札は日本の伝統的なカードゲームだ。だそうです。だそうです。1月は松に鶴。松に鶴。まっつる。2月は梅にうぐいす。こんな風に1月から12月まで4枚ずつカードがある。はい。季節にちなんだ花と動物なのね。花と動物なのね。私ね。同じ種類のカードを合わせて。鹿が好きかな、もみじ。あー、でも、鶴に松もいいね。ピチーピチー。ピチーピチー。ピチー。で、イノシカチョウ。いろんな役を作るゲーム。はい。ちなみに。なんだなんだ。12月の霧のカードには？はい。任天堂。あ、任天堂。あ、任天堂のルーツがわかるカードゲーム。それか、あ、これが花札ということで遊んでいきたいと思います。今回なんだけど、この役を作ってくんだけどね、この役で、どれだっけな、これ、あ、一番最初だ。この、五行っていうやつを私、できたことがなくて、この五行を、できるように、やりたいと思います。オッケー。カードは今回、マリオで、遊びたいと思います。この遊び大全で私、こう、花札を、やり方を覚えて、やったな。なんか、ずっとちっちゃい頃おばあちゃんとやったような記憶もあるんだけど、ちゃんとやったのはこれでが初めてかな。なんかこのね、お星様がたくさんついてるやつがレアなカードで、そのなんだろう、レアなカードをこう集めるといいらしい。ちょっと雑な説明だけど、やってきます。何にしようかな。あ、これ早速取ります。はい。で、この月見で一杯っていうのが、このお月様のやつと、あとこの菊のやつで、なんかお酒があるやつがあるんだけど、それをすると月見で一杯っていう役ができますよ。なんか向こうもなんか見る感じそんなにいい手札がないのかな。どんな感じなんだろう。ピチカス、コイコイ、欲しいけど待つがないな。あ、どうしよう、花火で一杯 しちゃうと上がっちゃうのかな。まだちょっといまいち分かってなくて、一回これをします。びっくりした。あー、上がられちゃった。上がり、上がられちゃいました。月見で一杯やっとけばよかったね。難しいゲームだ。あー、
早速取られた。で、もう早速取っていきましょう。月見でいっぱい。月見でいっぱい。こいこい。こいこい。なんかさ、やっぱ運のところもあるから、なかなかね、揃わない時もあるけど、頑張って上がるといいなぁ。あ、参考がリーチですね。どうしようかなぁ。レオ。どうだろうか。いい札来ないなぁ。もう、あかんわなぁ。上がり。ああ、上がりました。月見でいっぱいで上がれました。難しい。あ、マリオが。よし、取れた取れた。あはやっぱさ、ここって難しいね。全然、取られちゃうから、できる人すごいなぁ。これにしようかな。よいしょ。短っていうのがこの短冊のことだと思うんだ。で、これを5個集めるとなんかいいみたい。あ！上がり。上がられちゃいました。いい勝負だ。いい勝負でもねえか。これ取っちゃおう。あ、いい4倍、いい4倍、3号です。よいしょ。え、向こうもさ、聞く取られちゃったらダメよね。頑張って。頑張るぞ。なぁ。あ、取ればよかった。おばか。もう、無理よ。ダメだ。なんとか、向こうの役を防いだね。危なかった。取った。なんかさ、この、こいこいを遊び大全で遊んで、サマーウォーズが見たくなって、見たの。で、なんか昔見た時は、なんか全然、やり方わかんなかったから、何が起こってるんやらと思って見てたけど、こう今ね、やり方がちょっとずつわかるようになったから、なんか、あ、さつきちゃんってすごーみたいな感じだった。あー取られた。すごいさ、最後さ、ここでクリアするんだよね、倒すの。こいこい。あ、すごーと思って。もうね、ここを全然取れなくて、ほんとさつきちゃんはすごいと思う。上がろう。上がり。ダダンダダン。半分来たね。6月目。これを取って。向こうはどんな手持ってんだろう。でもなんかサマーウォーズほんと、久しぶりに見たけどめっちゃ面白かったなぁ。なんか、ああいう、オズの世界になるのもさ、近いんじゃないのかな。あ、桜取りたいけど持ってない。え、桜取ったらええあんばいやんね。そう、うまくはいくのかな。どうだろう。取らしてくれ。あがり。え、ああ、ちょっと。あがちょっと。上がんないでよ。せっかくよかったのに。
でさ、あのサマーウォーズさ、ラブマシーンって言うんだろう。めっちゃモームスじゃんね。なんか私の小学校とかかな、なんかラブマシーンめっちゃ流行ってた。どうしようかな。なんかモーニング娘。のカードかな、なんかさ、あったんのかな、カードなのかな、あれは。なんかそれクラスの子たちみんな集めてた気がするけど。あがり。何してたのかな、私は。V6 めっちゃ好きだったな。なんか犬夜叉がさ、アニメやってて、あ、それでね、V6 をめちゃくちゃ聞いて、なんか昔ね、犬夜叉とコナンがやってたんだよね、テレビで。もうあの時間帯大好きだったんだよな。昔、最近はなんかさ、恋恋ゴールデンタイムにアニメあんましないよね。やってほしいなぁ。お、そう、アメイリシコになっちゃう。上がり。アメイリシコで、これでさ、今出たじゃん、恋恋して、恋恋で今出てるやつを取れば私勝つよ。五行だよ、早速。ああ、うまくいかないよね。そう、あ、ドキドキする。恋恋、やった。嘘、五行上がり。嘘、初めてここできた。嘘。ああ、やったー、ここだ、嬉しい。ちょっと写真撮っとこう。あ、間違えた。違う。どうするの、写真撮ろう。せーの、やったやったー、嬉しい、やったー、とっても嬉しい、初めてできた。え、私さ、結構花札すごくじゃないかもしんないけど結構ハマって、最近もうずっとやってて、気づいたら夜中3時とかになってたり、なんかすごいずっとやってたんだけど、全然ご講師できなくて、あ、やっぱ難しいなぁと思ってたら、今日初めてできました。あ、とっても嬉しい。あー、嬉しい。でも嬉しくて今ちょっと何も考えないで、ピピピシピシとしちゃってた。嬉しい。そしたら今日は、このまま勝ちたいな。ドキドキ。赤タンでじゃあ上がりたいな。花見でいっぱい。上がっちゃう？上がり。あ、上がっちゃうか。あと、2ヶ月分。あとは、勝ちたい。ドキドキする。これが勝負というやつか。ドキドキ。ピチー。やばいな、絶対勝つぞ。
ち。赤たん。赤たん。赤たん。あーなんかさ、たん、牛タンとか食べたくなっちゃった。美味しいよね。だしさ、熱い、肉厚の牛タンがすごく好きで、なんだっけ、あのさ、ネギシっていうお店があって、あれね、とろろがついてくんだよ。もうめちゃくちゃ美味しいの。大好き。すごい、いつもおかわりしちゃう。なんか私いつも食べる話ばっかりしてるな。まあ、いっか。さて、最後の月となりました。ここで気を抜かないように頑張りたいと思います。よし。オッケー、オッケー。あ、菊がないなぁ。ああ絶対に菊を取りたい。待って。絶対に負けないと。よし。どうしようかな。ないもんね。出して。タン。あ、やった！よかった。防ぎました。なんとか。これで、上がろうかな。でもさ、もうちょっとやってみる。得点もうちょっと大きく狙ってく。恋恋しようぜ。恋恋私は、あ、やった、月見でいっぱい。やった、月見でいっぱいです。やった、恋恋してよかった。やった勝ちました。やった嬉しい。記念すべき9月5日今日は5校記念日。イエーイ、嬉しい。ということで、一発で5校ができました。やった、もっとかかるかと思った。わーい。ということで今日はここまで。お疲れ様でした。